皆様こんにちは。今日はですね、時計の電池がですね止まってしまいまして、電池が、なくなりまして、時計が止まりました。で、このね時計はちょっと私の古巣の、いすゞ自動車の組合のですね50周年記念ということで、組合側の人間にね配られたものです。で、私はここの開発部門の、電子制御部分、電子制御部門におりましたので、ちょっとシステム名、作ったシステム名言っちゃうとですね、私が誰だかバレてしまいますので、それだけはご勘弁ください。今日はこれのね、電池をちょっと取り替えていきたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。ここにね、キットがございまして、時計をね、オークナーとかですね、そんなキットがございまして、これアマゾンで1500円ぐらいで買えるものですね。これはですね、時計王のこれはおまけですね、付録と言いますか、これはちょっと違うものなんですけど、これはベルジョンの時計バネ棒外しですね。これもちょっと この付属品じゃありません。あとは全部付属品ですね。はい。ではちょっと開けていきたいと思います。ちょっと私素人なので台座を使わせていただきます。時計のね、電池交換いつもされている方だったら、ポンとね簡単に裏蓋ね、こういう型のパネルバッグなんでね、なんていうんですか、ただの蓋ですね、簡単に外せると思うんですね、普通の プロの方だったら。で、これはですね、どこ狙えばいいんだろうな。普通でしたら成功系だとこのくじの位置なんですけれども、これちょっとくじの位置で狙ってみましょうか。じゃあちょっとかしめていきます。意外と簡単に外れましたね。ブメルトはこんなちっちゃいですね。はい。で、周りはなんだろう、これプラスチックで囲まれてますね。こんな感じです。じゃあちょっと電池をね取り替えますので。2個でね、2個で300いくらで買えますので、お店でね、やってもらうと1500円ぐらいかかるんで、ここでね、やっちゃった方がいいかなと思いまして、自分でちょっと DIY します。
ちょっとマイナスを触らないようにしないと。電池が入りました。これで動いてるかどうか確認して。今ね、一応電池入れました。動いてるかどうかちょっと確かめてみたいと思います。お、動いてますね。では早速これ蓋閉めて、蓋がですね、ここに竜頭の溝がございます。なんで竜頭の溝に合わせて、これで完了ですね。はい、今の時間はちょっと今時計がないもので、ちょっとこれで終わりたい。今日はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。意外と簡単ですよね。皆様もこれ参考にやってみてください。どうも。じゃあ今日は失礼いたします。どうもありがとうございました。